リチャード・タッカーリチャード・タッカーはアメリカのテノール歌手である。ニューヨーク・ブルックリンにルーマニア系ユダヤ人のケンプ地ジ人の子として生まれる。本名はルービン・ピッカー・ルービン・チッカー。音楽との出会いはマンハッタンのシナゴーグであり、彼はそこでボーイヤルトのパートを歌っていた。成人し、はじめ家業手伝いとなったが、やがてブルックリンのシナゴーグでカントールとしての職を得る。 微生のカントールの存在は、地元メトロポリタン歌劇場の支配人、エドワード・ジョンソンの耳に入り、タッカーは、メトとの契約に、成功。1945年1月25日、ポンキエリ・ラ・ジョコンダの演奏役で、オペラ歌手としてデビューする。31歳という遅咲きのデビューであったこと、早くを経験せず、いきなり大劇場の主役からスタートしたことなどは、特筆すべきであろう。 もっとも、第二次世界大戦中ということで、ヨーロッパ出身の歌手が、不定気味であった幸運もそこには作用していた。1947年には、アレーナ・ィ・ベローナ音楽祭で、これまた、ラ・ジョコンダ・エンツを役で、イタリアデビューを飾る。共演のソプラノは同じく、ニューヨーク出身のギリシャ系歌手、マリア・カラスであり、これはカラスにとっても、イタリア初舞台であった。 1950年代 -60 年代には、メトの中心的歌手になり、イタリアもの及びフランスものの主役ばかりを歌い、その30年間のキャリア中30演目、700回以上の舞台を務め、特に、ベルディやプッチーニの有名作で活躍した。トスカニーニキ、NBC 公共楽団演奏のオペラ全曲版録音にもいくつか参加している。は、彼が、ベルディ。 オテロ表題役を演じず、またアレビ、ユダヤの女エレアザール役に、本拠地メトで出演しなかったことであった。特に後者は彼自身が、ユダヤ系ということもあり、強い共感を持っていた大役であったが、メトでの同役初舞台を控えた1975年1月8日、タッカーは、リサイタルのため訪れていたミシュガン州、カラマドゥーで休止したのだった。舞台リハーサル後、 ホテルの自室に戻って休憩している、際の心臓発作という、ありがとうございます。